ミミズハゼは、鈴木クハゼかミミズハゼ属に分類されるハゼの総称。競技にはその中の一種ロイシオゴビアスグータータスの和名である。和名通りミミズのような形をしたハゼで、日本では川口や海岸などで見られる。ミミズハゼ属魚類には、コマハゼ属が含まれることもあるが、本項目では含まない。ミミズハゼ属ロイシオゴビアスは、日本を含む東アジアに分布し、 特に日本は、その多様性が高い。計16種有効種が知られるが、そのうち15種は日本に分布し、さらに多くの未記載種の存在が、これまでに多くの文献で示されている。本属魚類は、比較的小型のハゼカ魚類群であり、小型種で全長4センチメートルほど、大型種で全長10センチメートルほどである。その形態は、 和名通りミミズのような細長い円筒型で、頭部は縦に押しつぶされる。体に鱗はなく、皮膚はヌルヌルした粘液で覆われる。本属魚類は、ヒレが他のハゼカ魚類と比べて、やや退縮的な傾向を示し、ハゼカ魚類の多くは、第一背びれと第二背びれの二つ、またはその二つが木膜で融合した、ヒレ底の長い一つの背びれを持つが、本属魚類は、 第一、背びれを持たない。本族の中には、非弁状の腹びれを持つ種。そもそも、腹びれを持たない、種。腹気も背びれも、尻びれも持たない、種の存在も知られている。本族魚類はその形態からミミズハゼタネ群、イドミミズハゼタネ群、オオミミズハゼタネ群、ヤリミミズハゼタネ群、ナガミミ,ミミズハゼタネ群の5つに大きく分けることができる。 本属魚類の退色は種によって、また、周囲の環境によって、変異に富み、最も容易に見つかる、ミミズハゼやイソミミズハゼでは濃い緑褐色や、黒褐色などであるが、地下水中に生息するイドミミズハゼや洞窟ミミズハゼは、ピンクやベージュに近い退色をしており、赤月ミミズハゼやヒイロナガミミズハゼなどのように、濃い赤系の色彩を示す種も知られる。 ミミズハゼ族ロイシオモビアスは、海岸、河川淡水域及び河口などの寄水域に存在する、天石化や、レキュー化間中に生息する。中には、地下水中にも生息する種も知られる。長くヌルヌルした体は、石や砂流の間をすり抜けるための適応と考えられる。植生は肉食性で、生息環境に、同所的に見られる。小さな誤解や、横エビなどを捕食する。 本属魚類の多くは、歴や邪リなどの低質気質が生み出す。感激中に潜むため、意図して探さなければその多くは発見できないが、イソミミズハゼやミミズハゼは容易に目にすることができる。イソミミズハゼは、干潮時に石をひっくり返すと、ミミズハゼはわずかに、満潮時には塩分の影響を受けるような河川下流域の天石下から見つけることができる。ただし、 いずれの種も動きは素早く、すぐに近くの石の下や低室中へ逃げ込む。手で捉えてもわずかな隙間をついて逃げようとする。なお、泳ぎが素早いので水中では発見や捕獲が難しい。飼育は比較的容易で、ミミズハゼやイソミミズハゼは奇数であれば塩分にこだわりなく変える。ただし、感激性の強い長ミミズハゼ種群やヤリミミズハゼ。 種群は適した隙間の確保できる低質環境を揃えなければ泳ぎ続けた挙句、死亡することもある。ミミズハゼゾクロイシオモビアスは一般に利用されることは少ないが、釣り絵や食用として利用される例も存在する。このような利用に際し、天石海岸の波打ち材の石の隙間に生のイカの足を差し入れ、 食いついてくる大ミ水ハゼ種群を釣り針も使わずに釣り上げる漁法が発展した地域も存在する。水ハゼ属ロイシオゴビアスの産卵期は春でこの時期にはオスの方が左右に張り出すものが多いとされるがその生態はわかっていない種がほとんどである。ご治魚の出現時期から秋に繁殖を行う種もいると推定されている。繁殖期、メスは肥大した卵巣が透けて白色や 朱色味を帯びる。多くのハゼ類と同様に、石の下などに散乱し、卵が孵化するまでオスが卵を保護する種の存在が知られている。本族には、ミミズハゼやイソミミズハゼ、および南ナヒメミミズハゼといった河川内で見られる種もいるが陸風種は知られておらず、孵化した稚魚は一旦海へ下り、体長1センチメートルくらいまで成長した後に、 再び気水域へ戻ってくる、両側海遊型の生活史を持つ。井戸ミミズハゼや洞窟ミミズハゼを除けば外見はどれもよく似ている。日本に分布するミミズハゼ類は十数種類とされているが、それらの種文化についてはまだ研究が進んでいる。最中で将来的には二十種類を超えるとも言われる。ミミズハゼロイシオゴビアスグータータスジル、1859。 大ミ,ミズハゼロイシオゴビアスグランディスアライ、1970イドミミズハゼルウチゴビアスパリダスレガン、1940洞窟ミミズハゼロイシオゴビアスアルバスレガン、1940ありがとうございます。